ばんちはです。パパスです。今日はね、前にも登場してもらった 8P のアウディさんですね、のオイル交換とエレメント交換を社長に行っていってもらいたいと思います。お願いします。ボンネットを開けるとか。そうやね。ボンネットを開けるとこです。運転席回っていただきまして、おい、なかったら反対。そっか、うん、あそこです。で、レバーがボタンエンブレム、いや、お、真ん中、ど真ん中、はい、にあります。で、オイルゲージもど真ん中、はい。オイルキャップはこっち側、丁寧に書いてくれてはりますね、うん、マークで。エンジンオイル入れるところと、こっちがゲージです。こういうやつは、はい、あの閉まるところの量が決まってるから。あ、そういうことね。止まったら終わり。はい、上げていく。はい、では上げて抜いていきたいと思います。はい、では上げてきたのでドレインボルトの一個ですね。ドレインボルトこいつ。あら、こう置きまして、うん、これです。はい、うん、これはもうちょっとあれやな。はい、エレメントをまた後にします、うん、はい、19、ドレインボルト19です。次、エレメントの位置ですね。よいしょ。20だ、ちっちゃいじゃん。まあ、やっぱ。ちっちゃいやつやな。ちっちゃいやつですね。で、カバーを外していきます。ここに。ここです。これか。うん、キャップを外して。これってあれ、オイル抜かない。うんうん。オイル抜くやつないから、はい、そのまま外すわ。OK です。よいしょ。こんな感じでね。フィルターの中身です、うん、まあ、ここ多分キュッと押す、はい、オレンジのところをね、はい、これは暑い時にあのクリーナーとかで洗ったらあかんな、割れる、うん、うん、トルクはここに、はい、あ、ほんま 25.5、 はい、25.5、入れてからやな。そうですね、うん、この感じでオイル抜いて、うん、ね、まあこの間ちょっと、はい、オイル抜いとこうか。そうですね、こっち、あ、うん、
オーリングが、うん、こっちね、はい、これ、ここにつまみとか、お前ちょこっと、あ、ごめんなさい、ちょびっと、うん、こんな感じですね。ラジペンとかで、うん、おお、で抜いた方がね、はい、これ一ぎ目ない、あ、どこでもいいんですか。うん、だいたいちぎ目あんねんけどな、うん、うんうん、まあ交換するとき、フィルター、こうオイルフィルター交換するときはこのオーリングも一緒に交換で、うん。ドレンはちょっとあの、うん、パッキンが赤いなから、はい、ドレンごと交換やね。あ、てかそのままとりあえず。はい。まあまあこんな感じで冷ましつつ、うん、オイル抜きつつ。溝を。はい。溝を。うん、綺麗に。ああ。うん。入れて拭いてもらって。はい、わかりました。うん、まあ冷えたら。クリーナーとかでやってもいいけどな、うん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 、そうですね、熱いうちはダメです、まあ、さっきオイルだけやろうか、はい、オイルをしっかり、はい、新しいオイルね、うん、オイル塗ってもらって、はい、位置決めはないので溝に綺麗に入るな、うん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 、これは楽やね、はい、またこれでオイルちょっと抜いていこうか、はい、わかりました、オイル抜きていきたいと思います、はい、エレメントつけていきます、エレメントつける前に、はい、ここちょっとオイルやったら、うん、物足れへんから、あ、お山、あのネジの山のところですね、うん、シリコングリスはちょっと塗っといた方が、はい、トルクが変われへんっていうの、うんうんうん、このプラスチック系はやっぱりシリコン、そうですね、うん、まああのうん、アルミのケースの硬いやつあるやん、はい、あれもシリコンオイル塗ったらちょっとやっぱり外すのにやらかい、うん、塗ってた方がいい、うん、はい、清掃も綺麗にしたからちょっとここ拭いてもらって、はい、うん、お、刺さった、はい、こっちを刺した方がいいな、はい、多分37点何倍だもんな、これな、30、はい、違う違う違う、工具が38弱やったの、はい、で、20、はい、うん、25.5 ね、はい、トルクは 25.5 ニュートンです、うん、これまあ、これはちょっと後でオイル漏れも、はい、見るがてら、はい、外しといて、はい、ドレンは4キロやな、40ニュートン、40ニュートン、うん、はい、でここにまあシーラー塗ってる人も多いし、はい、まあ漏れへんかったら塗らんでも、はい、35から40ニュートンやな、はい、うん、OK、 じゃじゃん、今回入れるオイルです、ワコーズさんのアンチエイジングオイル 15W40、 ちょっと前にね、ワコーズさんの新商品紹介でやってたんですけれども、今回はこれを入れていきます、あ、これ、さきちゃん、はい、ブラックライト持ってこなかった、あったっけ、あ、ここにペンみたいなやつがあるわ、ほい、持ってこよう、行ってきます。後で。そうですね。持ってきて。はい、オイル漏れ見るときですね。やりたいと思います。まあ色は普通のオイルやな。はい、ではオイル入れていきまーす。今3リッターですね。とりあえず3リッター。これちょっと要注意やね。溢れてきます。うん、うまいな。ちょっとやっぱ違うと思う色。緑がかってる気がする。そうやろ。うん。こんな感じです。で、ドローっとしてないからね。みんな多分ドローっとしてるから警戒してると思うんだけど、これでまあオイル漏れの、はい、まあ、場所が分かるっていう。そう。ちょっとミッションがちょうど継ぎ目のとこ、うんうんうん、オイル漏れしとったよ。してた。で、それの場所とか。はい。うん。半分。
いや、まだ下がってない。うん。一旦これでエンジンかけて。そうですね、うん、オイル回していきたいと思います。はい、エンジンかけて30分、40分、結構経ったんですけど、はい、今からこれ初めにあれすんの忘れた。もうやんのほんまに社長。なんか上のコースね、ここなんか分かりにくい。違う違う、これ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 、このオイルの修正しちゃったの。これまずもうカメラ切って変わった時点、これをサギちゃんので、まあ、デコリンちょっと塗ってよ。うん、これが光るらしい。目晴れてる。あ、垂れてきた。あ、光るわ。いやいや紫やわ。垂れてきた。やばい、これは手もついてる。光ってる、うん、うわマジかよ。ほんまやほんまや、ここ、うわーやばい。次回ってもうデコめっちゃ光ってる。こういうオイルやから、もうあのオイル漏れとかの、はい、そうですね、うん、いや、拭いてるところは出さんでいいよ。オイル漏れしてるから。そうですね、これはまあ、あのすぐ漏れが垂れてきちゃう。はい、これでさっきみたいに光るので、ブラックライトを照らしてオイルの漏れを見ていきます。オイル漏れも見て見ていいか。これはまあ目視。そうですね、まあ、電気でいきましょうか。はい、よいしょ、スリー、こんな感じ。これは目視でちゃんと見てもらって。はい、え、はい、エレメントです。まあ一回光るか見てみようか。うん、光ったら漏れてることね。そうやな。うっ、すげえなこれ。これでもちょっと分かれへんな、うん、これ全部ほら。このライトが光っとっただけかな。そう、いや、え、あ、でも光ってないでしょ。あ、光ってないな、うん、あ、光ってへんやん、うん、もっと光るんちゃう。ここ光ってない、ここは分かれへん、反射して。ここは分かるわ、ほら黒いから。めっちゃ分かる、ここほんまに光れへんもん。な、うわ、すごい。こういうところが、はい、あの蛍光に光ったらね、光ったら漏れてるんだ。そう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 。私も黒いか分かるかな思ったけどな。サビちゃん光っとった。光っとった。漏れも OK ということでね、目視で、まあ、はい。このはい、ここも、うん、漏れてないから、キャップ、まあ、これも普通の、はい、ここから、うん、日本のやつだとここにキュッキュッキュッと入れて、はい、キットがエレメントについてねけど。まあこれついてなかったから、はい、これはカップごといきました。ただの負担。はい、よし、 OK、うん、だから次は、はい、この漏れがどっから漏れてるかっていうの。そうですね、わ、うん、かると思う。修理がしやすくなる。うん、オッケー。私の顔でしかできへんかったね。まあ、いいねんけど、それで。デコはガトか。まあそういう特性の。はい、そうです。で、カバーですね。つけていきたいと思います。カバーをとりあえず、はい、この差し込んだら、ここですね。はい、まあ、差し込む前にこの2箇所、うん、この四角い切り欠きにこの、はい、ここ。難しいな、うん、こう、うん、入っちゃった。おお、ここ、はい、入りました。あ、違うの、同じようにあります、うん、このボルト線ですやから、はい、落としたら磁石でつけるごめんなさい、私ネジついてるところ紹介してなかったんですけど、両サイド一緒で4つずつや。はい、1、こいつ動くから、はい、このカバーをつけたら、はい、あと全部入るわ。あー、そういうことね、うん、3つ目。これトルクスのドライバータイプがあったら、はい、そのまま締めることができるね。うんうんうん、やっ、 OK、 はい、うん、なんでこのカバーは前が2箇所留め具があるのと、両サイドで4本ずつですね、トルクスです。シャッター下ろして今からオイルの量見ていきます。ちょっと今斜めになってるから、はい、前だそうですね、はい、あ、飛んでんねんな。ねっちゃりつけへんな、これ、このゲージ。
お腹ちゃんとでっちゃりついてくれへんねんけど、多分上がりしなりにどっかに当たってんねやろな。あ、うん、だから多分この横とかいっぱいこの段差つけてんねやろな。多分分かりにくいから、今でまあまあ、うん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 、ここやねんけど、はい、このゲージ飛ぶやろ飛んでる、うん、けどまあね、うん、この段差のほんまはここまでやけど、はいはい、このちょうど、うん、4点何本入れました？5から7、うん、まあカツカツ抜いてるしね、ほんまやほんまやほんまや、ついてるわ。結構抜きすぎたからな。はい、カツカツまで抜いてエレメント変えて、まあ 4.5 から7ぐらい、うん、微調整はね、もうもうそれはしゃあないわ、うん、その都度都度ね、斜めになって抜いてるから余計抜けてるそうやねいいことですけどね、エンジンからしたら。まやね、はい。はい。うんうん、切りかきがね、うん、2箇所あって。もうこれじゃ締め込んだからね。はい。こんな感じで。よし。はい、オッケー。よう入るね、やっぱりオイル。すごいよ。まあ今日はこんな感じでアウディさんのオイル交換とエレメント交換を行っていきました。よかったら皆さんも先ほど参考にしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。